今日は最後の。最終枠お疲れ様、ありがとう。ありがとう、みんな遅くまで なんか今スケジュールをちょっと考えてて、美人百も見たいなって思ってるんだけど、ちょっとどうしようかなと思ってまして、そうなの。明日からね、ちょっと忙しいんですけど 一回スケジュール考えてから美人百花見ようかなって思ってます。お昼は12時からできるかな。みんなお昼見れるのかな。お昼は30分ぐらいやって、間ってどれぐらい開けたらいいんだろう。例えば夜帰ってきて配信するってなったら、間どれぐらい開ければ見れる？みんな。3時間？じゃあさ、昨日はさ、みんな最終投げ開始から開始の時間が3時間。あ、そういうことか。じゃあさ、昨日はみんな最終投げはできなかったってことか。いや、そうでもないか。18、19、20、21、22、23。あ、昨日ぴったりできたってことか、逆に。昨日ぴったりできたってことか。なるへそ、どうしようかな。まあ、なんか19時ぐらいからできると思うんですけど、もうお昼は12時くらいから30分間やったとして、帰ってきて19時ぐらいから、まあ効率よくするためには残りの2時間半、19時ぐらいからどうしたらいいかなって考えてます。なんかいい案あるかな。難しい。何がいいかな。
30分ずつ。夕方できるかな。できるかな。3時間。メモってる。え、待て。なんかこの間と同じみたいに17時から18時、20時から21時、23時から24時か、お昼の12時半から12時から12時半で30分して、あと17時から18時、で、20時から21時、で、最後が23時から23時半みたいな感じ。30分1時間、あれ待って、あ、30分1時間1時間30分でやるか、1時間1時間1時間どっちがいいんだろう。17時台はね、ちょっと頑張ればいけるかなっていう。そうそう、でも夜を全部やっちゃうよりお昼にやった方が効率いいのかなと思って、12時から12時半とか30分って3周できるのかな。30分で3周できる。じゃあこの12時から12時、みんな大体お昼何時から見れるんだろう。お仕事12時半から1時とか。まあね、12時からと、あと夕方からは開くので、そこは時間はね、大丈夫だと。お昼30分程度やるなら、じゃあ30分やる。お昼はお昼やった方がいいのかな。ちょっとこれだけで終わっちゃいそうなんだけど、まあでも決めないと怖い、やばいから。じゃあ12時半からのがいいかな、12時からがいいかな。
じゃ12時半から1時？確かに昼と夜見やすい人がいるから両方やってみるの。じゃあ間取って12時15分からにしますね。ごめんね、みんなの意見を聞きながらやっているから、ちょっと美人百科を見る時間がなくなっちゃってるけど、ご了承ください。じゃあ第1個目が12時15分から12時15分 で次は17時、いけるかな。30分。あれ12時半のがいいですか？12時半のが良さげ？とりあえず12時半のがいいかな。間に合うかな。難しいね。3時間前。どうしよう。どうしよう。なんかね、昼を1時間やっちゃうとちょっと間に合わなそうだからな。30分だな。1時に入っちゃうとな。待って、3時間前だ。開始から次の開始まで3時間だったら3周いけるんでしょ。じゃあ例えば20時半から21時半、で次が23時半から24時だったら OK ってことだよね。はい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 。学んでます。思い出してます。なんとなく。18時半。もう17時半いけるかな。
ちょっと怖いかならな。なんか難しいな。18時以降2時間と空いちゃうとかになっちゃうかもな。だって今日が3周、夕方ね、19時ぐらいからできるかな。19時だったら、でやばいやばい、あと10分ぐらい。19時だったらに、これはどうでしょうか。19時3周投げが最後はできないかもしれないんだけど、お昼はさっき言ったので19時から20時で、22時から23時で、最後が30分空けて23時から24時までとか、どうかな、どうですか。最後がちょっと30分しか空けられないんだけど、どうかな。これが一番最適かなとは思っているんですけど、そしたらみんなも見れるかな。19時から20時、22時から23時で、最後が最後だけ3周できないっていう感じですかね。そうなると、30分でさ3周できるんだよね。忙しくなっちゃうけど、難しいよ、みんな難しいよ。お、できるって。待って、ちょっとやめた、さっきの。これ決まり、これ決まり、あと1時間だから、1時間
待って難しい、分かんなくなってきたよ、どうしよう。やばいやばいやばい、ピンチ。19時分。よし、じゃあ決まりました、もう。はい、時間配分的に、はい、いきます、いきますよ皆さん。はい、長らくお待たせしました、ごめんね。12時15分から12時45分1回目がで、2回目が19時から20時、3回目が22時から23時、最後が23時半から24時で、どうでしょうかごめんね長く。じゃあこれでいきます、明日は。で、明日の企画はどうしようかな。メイク配信でもしようかな。じゃあ明日の12時15分から12時15分はちょっと美人百科見ましょう。これは美人百科見ます。美人百科読書で19時から、まあ企画はちょっと私が考えて、このあと755と SNS に出すので、まあ、画像を作ってくれる方はそれを参考にお願いします。時間が遅くなっちゃったので一回今55分だから読みます。1位のぶさん、2位りゅっけさん、3位なははんさん、4位ラブいちごちゃん、5位みはるちゃん、6位 TU さん、7位キャプテンアクアさん、8位ワイマツさん、9位ピアノマンさん、10位あやちゃん、11位ピータさん、12位ウッドベルさん、13位りゅうせいさん、14位こうちゃん、15位アレキシさん、16位イクミさん、17位ネスカフェさん、18位48さん、19位まくりざしさん、20位かっちゃんです。ありがとうございます。ありがとうみんな。明日もみんなもお仕事かな。配信ありがとう、ありがとうみんな。
では、多分切れる？これ長くやっちゃったらやばいのかな。12時までそのままつないでて大丈夫かな。自動で切れるかな。あ、スクショしますか。ごめんね、美人百科見る時間なくて。はい、ありがとうございます。では みんなありがとうございました。あれ、あと2分くらいあるかもしれない。明日の企画何がいいかな。何かまだちょっと時間ある。何がいいとかありますか。まあ最後の30分、お昼の30分、最後の30分は何か、まあ、短い系だけど1時間が2個あるから、コンビニ？コンビニ好きだね、みんな。オンデマ見る、いいね。昨日の公演見る。